はい、こんにちは。動画についての質問やリクエストなどあればコメント欄までお願いします。はい、今回は気仙毛のトーンアップをやっていきます。第6レベルぐらいで、右側がアッシュ、こっちはマットを入れてるんですけど、そこを10レベルにトーンアップしていきます。で、今回使うのはこちらですね。ライトナーとブリーチを使って、ライトナーに対してブリーチを 30% 入れます。で、オキシをここ上半分、左右で色が違うので上半分をオキシ 3% で、下半分をオキシ 6% で、上がり具合っていうのを比較していきます。はい、で、こちらが塗布後の状態です。オキシは 3% も 6% もどちらも2倍で作ってます。で、放置時間がどちらも30分置いて流していきます。はい、こちらが仕上がりになります。こっちが黒髪からブリーチをして13レベルまで上げた状態で、こっちは10レベル、気仙毛を10レベルにした状態です。で、上がオキシ 3%、 下が 6% なんですけど、それほど差がない状態になってるんですけど、手触りとしてはこっちがやっぱりすごい引っかかりが出るようになってて、こっちは 6% ほどはないです。なので、例えば黒髪からトーンアップなら間違いなく 6% を選択するんですけど、気仙毛ですね、気仙毛を上げていく場合っていうのは 3% でも十分上がっていくということになってます。で、左右でも同じように、アッシュ系とマットだったんですけど同じように抜けてるので、なるべくダメージの少ない方を選択されていくといいかなと思います。ということで、今回は以上でした。